フリッツ・シュティードリーは、オーストリアの指揮者。ウィーン大学で法学を学んでいた頃、グスタフ・マーラーに学祭を見出され、1907年に、その助手として、ウィーン宮廷歌劇場より任命される。その後、いくつか指揮者の助手を経験した後、カッセル歌劇場やベルリンドイツオペラの主席指揮者に抜擢された。1933年に、 ヒトラーの権力掌握への反発からドイツを去り、1934年から1937年まで、デニングラードフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者に就任した。ショスタコービチの公共局第4番の初演を任されリハーサルを行っていたが、楽団員の抵抗もあり、直前になって初演はキャンセルされた。一時期は、 ショスタコービチがシティドリーにはこの曲の複雑さを裁ききれないと感じたからだとする説も広まったがソ連共産党の公式の圧力によってショスタコービチが初演を撤回させられたとする見解が優勢である1937年にシティドリーはレニングラードを経てアメリカ合衆国に向かうニューヨーク新落友オーケストラの指揮者となりバッハやハイドン モーツァルトの長く忘れられてきた作品を上演し、また、シェーンベルクの室内公共曲第2番を初演した。1945年以降はオペラ界に復帰し、シカゴリリックオペラやメトロポリタン歌劇場で指揮した。手に入る CD では、メトロポリタンオペラとのワーグナーのニーベルングの指輪が身近である。A.B. ローレル・イーファー・アイ・ショスタコービチある生涯。 藤岡圭介、佐々木千恵役、アルファベータ、2005年、128ページ。ISBN 978から4から87198534 5グリックマン、イサーク、ソスト、ピースアイム AK、ドルグー、ピースアイム ADD、ソステコービッチア KID、グリックマホン、モスクワ、 1993ピアニッシモ12から13サンフランシスコ交響楽団のプログラムノート、2008年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年3月5日閲覧ありがとうございます